こんにちは、ほのかです。さきやで、10月から放送が始まる早々のフリーレンですが、放送枠の発表やオープニング主題歌を担当するアーティストが YOASOBI ということで、またネット上で話題になっています。YOASOBI 持ってくるとか、マジでかけすぎやろ。しかもね、新しい PV も公開されたんだけど、個人的に一番懸念していた戦闘シーンも手を抜いてないみたいだから、これは相当いいアニメになりそうな予感がしているよ。ハードル上がりすぎて逆に怖いわ。というわけで、9月1日の0時に公開された情報と PV をざっくりと話していくね。まず放送枠は、日本テレビ系全国ネットで金曜に新設されるアニメ枠、フライデーアニメナイト、通称フラアニに決定したんだ。毎週金曜の夜11時から放送になっていて、フリーレンの2話以降は10月6日の夜11時から放送になるね。11時は普通にリアタイできる時間帯やし、実況とかトレンドも盛り上がりやすいよな。今回、日テレは新たにアニメ放送枠を新設したこともあって、アニメのコンテンツ戦略にかなり気合を入れてるんだ。最近公開された決算説明資料でも、早々のフリーレンと薬屋の独り言の2作品がピックアップされていて、フリーレンは1話が勤労枠で2時間スペシャル、薬屋も初回90分スペシャルという拡大枠での放送になるからね。業界関係者も驚いている様子で、普通の深夜30分アニメでは真似しにくい、11時台のアニメ枠の新設とか、長尺による放送とか、調整や交渉は相当大変だったと言われているよ。推しの子でも思ったけど、やっぱ初回のインパクトってめっちゃ大切やねんな。そしてオープニング主題歌は、今アニソン業界で一番勢いがあると言ってもいい YOASOBI に決定。YOASOBI って少し前までアニメ主題歌は B-STARS くらいやから、一般アーティストの印象が強かったけど、水星の魔女と推しの子で、もう完全にアニソンアーティストの仲間いるよな。で、歌はどんな感じなん？フリーレンって、作風的にノスタルジーな雰囲気のバラードが合いそうやけど、YOASOBI らしいアップテンポなナンバーで、連覇曲のアイドル寄りじゃなくて祝福寄りの曲だね。合っているかはわからん。ただ、エンディングはかなり哀愁漂うバラードで、オープニングエンディングともに、緩急で住み分けができている楽曲だと感じたよ。ちなみにエンディングアーティストはミレイ。この方も最近はマンウィズと組んで鬼滅の刃の主題歌を歌ったり、以前からちょいちょいアニメ主題歌を担当しているみたい。そして、今回の新 PV では戦闘シーンも公開されたんだけど、これが予想以上に良さそうなんだよね。フリーレンの原作って、戦闘シーンの作画はぶっちゃけ弾けないというか、地味なんだよ。躍動感があったり、カット割に凝ってるわけじゃないしね。まあ、もともと戦闘をメインに見せる作品じゃないし、バトル漫画でもないしな。ただ、PV だとめっちゃ動いてて、感動シーンだけじゃなくて、戦闘シーンもしっかり見せますよってメッセージが伝わってくるんだよ。これ見たらもう期待しかないでしょ。久々にワンパンマンで見せてくれたマッドの本気が楽しめそうやな。という感じで、放送まで1ヶ月を切った早々のフリーレン。情報がほぼ全て解禁されて、さらに期待値が上がってきました。ここまでハードル上げて、ほんま大丈夫かいな。個人的にも絶対に成功してほしい作品だから、今後も定期的に動画にして盛り上げていこうと思うよ。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。